あ,あ、そういう、俺なんで忘れてたんだろう。それはバー行ってきたぞ、俺。おい。あ、待ってね。まず話す前に、俺、あの、虚言癖と妄想癖があるんで、今から話すお話は、嘘で塗り固められてます。わかった。虚言癖と妄想癖があります、僕は。まず、配信で話したのが、 男女俺で行くよでだったんだけど男が来なかったの女と俺だけで行くことになってもうねはっきり言っていいもうぶちかばしきまんまあったの俺3日間腹筋して俺ほん絶対行ってやろうと思ってたのでその女の子がもうやりやりの槍の子でそういうバーに行き慣れてるんだよで連れて行ってもらうみたいな感じで 受付で、なんか、承諾書みたいな,なんか書類書かされて、身分証明書を出して、で、カップル割れたらちょっと、ちょっと安いんだよ。で、入って、あのね、俺のイメージって、机の上で女が踊り狂い、そこら辺では、こう、奥の VIP ルームでは、ジジイがお金を巻きながら女のケツ叩いてるみたいな。俺、そんなイメージしてたんだけど、入ってみたら、そうでもねえのよ。普通のバーなの。 おいそれちょっと表紙抜けしちゃって、で、新規のお客様ってことで、いろいろ説明をしてくれたのね。ここで、まずはロッカーに入って、貴重品だったり、携帯は絶対に持ち込み禁止ですと。で、入れないといけないつってガン見されながら入れて、いやその後、待って、これ。これ、絵描くか、俺 <laughs>。ちょっと説明しづらいわ。まず、こうやって、こう、あるのよ。ホールが、一番でかいホールがここにあります。で、こうやって、あの、外側にソファーがビーってあるの、ソファーが。 でこれ全部背もたれが高くて座れるようになってんのねで机もこうやって点々としててでここで皆さんとお話ししてく,くださいみたいなね次に紹介されたのがここに空間があるのこうやってここにここに空間があって真っ暗なの真っ暗でソファーだけありますよみたいな どんな感じなんかなって覗いてみたらおっさんの上にお姉ちゃんがまたがってめっちゃチューしてんのあなるほどね雰囲気が良くなったらここに行くんだともう一つプレールームがありますと俺分かんないよ何のプレールームが分からんこれに関してはプレールームがありますちょっとこうやって通路があってここに扉があるので多分ここ全部部部屋なのと思う卓球かな 卓球のプレールームだと思います。ちょっと俺分かんないん、ね、で、そういうの疎いんで分かんないんだけど、卓球のプレールームがありました、ここに。ビリヤードか卓球かな多分 <laughs> で、こういう感じになってたの。だから段階を踏むのね、ホールでお話をして、で、ここの暗いところに行って、いい雰囲気になって、プレールームに行くみたいな、そういう段階を踏むみたいな説明を受けて、 で、お酒を一杯頼んで、ホールに繰り出すんだけど、俺なんてもう緊張しちゃって、もう,もうドキドキなわけ。でも、俺のことを連れてきてくれたヤリちゃんは、もうそういうとこ慣れてるから、私にちょっとついてきてみてよ、つって。遊び方を教えてくれんの。で、そこら中の男をはぶらかしてさ、え、めっちゃかっこいいじゃん、胸板熱いね、とか言って触って、おじさん、はっはみたいな。<laughs> え、すごいな、こいつ。もうそこら中のじいさんをたぶらかしていくの。 で、俺にもおじさんとかが気を使って話を振ってくれんの。いや、かっこいいね。君みたいなかっこいい子がこういうとこ来ちゃいけないんだよな、ね。いや、ちょ、ジョニーズ顔だね。<laughs> ッセッもうちょっと、俺も受け答えがわけわかんなくなっちゃってさ、もう緊張で <laughs>。みたいな。でも、これじゃダメだなと。自分でどうにかアクション起こそうと思って、ちょっと次、自分で話をかけこれ、この話多分長いわ。ごめん。ちょロールしばらくせんと思う。ちょ、長いです。 長いいですごめんなさいよし行こうって決心した時に3人組が来店したの3人組1人が、あのー、身長の高いスポーツ体型体型がもう結構マッチョで顔ニコニコしてるゴリラみたいな人あともう1人がもうお世話焼きそうなお姉さんであとのもう1人が中性的な感じでスタイルもシュッとしてて君たちの脳内メージだと芸能人の春春分かる春 顔も綺麗で可愛かったの。でも俺、この春さんが、このバーの中にいたら、野蛮な猿どものに食われちまうなと思って。その春さんが説明を受けて、ソファーに、はーって座った瞬間に、すいません、いいですかって言って勇気を出して、あ、わかりました、一緒に飲みましょうつって言って、4人組になったの。そのゴリ、お姉、お姉さん、春さん、俺ね。 どういうお仲間さんたちなんですかみたいなあ。近所の飲み友達なんですよっていうで。なんでこういうところ来ることになったんですかあ社会見学で来ましてみたいな話になって結構話がヒートアップし,していってもううちとげ行ったんだよ。仲良くなったのすごく。で仲良くなったんだけどお姉さんとゴリさんがちょっとテンションを間違ってんのね。もうなんか打ち上げの飲み会みたいになってんの。 ウエーみたいな。他の人たちはこう女の子に肩組んであの、いい雰囲気でちょっとささやくみたいなテンションなんだけど、そのゴリさんとお姉さんも初めてのそういうお店だったらしくて、もうテンション間違っちゃってんの。もう他のグループと明らかに空気感違いますよね。いや俺、ちょっとハルさんとさ、とそういうことになりてえから、そういうテンションはやめてくんねえかなと思って,て。でも、そういう話をしてる中でも、 どんどんプレールームに人が入っていくのね。ほんと、どんどん入っていくの。2人で入っていって、ホストの人と女の子で、次なんかその、おっさんと女の子2人で3人で入っていって、6人で入っていったりするの。マジでそういうのが見えてると、俺たちもこういうとこに来たんだから、そういうことしてみたいよね、みたいな話になって。で、あの、雰囲気いい部屋、ここね。雰囲気のいい場所に、ゴリとお姉さんで行ってみようかって話になったの。ゴリとお姉さんで。 あ、行くみたいな。俺このチャンス逃しちゃいけないなと思って、は <laughs> るさん、俺たちも行きましょうよ。どうせやったら、つって、4人で入ったの、ここに。よし、来たと俺もうこれはこのチャンスを逃さないと思ったら、まだゴリとお姉がうるさいの。ここで真っ暗だよ アロマとか炊いててめちゃめちゃいい武器なんだけど、まだここで打ち上げやってんの。何してんだろう、こいつらと思って。でも1時間ぐらいここ占拠してさ、場所もないから、あのー、店員さんが来てすみません、そう、ちょっと他のお客さんに譲ってもらえますか、みたいな。大トロールをしたのね、本当に。で、またホールに戻されてさ。 これちょっはるさんにしか興味ねえんだけどなと思いながらちょっと違う数を吹かせないといけないなと思って提案をしたの俺はあのー3人に話しかけましたけど3人は他の人に話しかけてませんよねっていう話をしてあそうだねじゃあ誰か2人連れてくるよって話になって2人連れてきてくれたので連れてきてくれたのがちょっとこれも書くかまずこれゴリさんこれお姉さんではるさん で、で、俺ねでもう1人ここに呼んだのが2人組を連れてきてくれたのどっちも大学生なんだけどイメージで言うと髪の毛はモッサーしててイけてないあの花のじんたんイけてないあの花のじんたんみたいなイメージでもう1人が髪の毛金髪で姫みたいな格好をしてで大学の先輩後輩で。 で、女の子がちょっと、あのー、地味だから男の子連れてきました、みたいな。で、連れてきたんだねって言って、またそこも話がさ、結構打ち解けて仲良くなってくのよ。で、もうさ、俺は、この異世界で仲間を見つけないといけないのね。俺はちょっと置いてかれてるの。ここの3人は3人の空気が出来上がってるし、で、ここも2人じゃん。で、仲間を見つけないといけなくて、もうオタクに絶対話しかけようと思って、ね、すぐ話しかけたらね。 オタくさんさ、大学楽しいみたいな。いや、俺高卒だから大学わかんないんだよねみたいな。趣味とか何みたいな話をして。すげえ仲良くなったの、俺、タたくんと。すげえ仲良くなって。で、オタくんに、あのさあ、お前さ、後輩ちゃんと来たじゃん、ここね。金髪の姫ね。実は狙ってんのみたいな話をしたんだけど、いやー、全然僕ありですね、みたいな。じゃあちょっと、いい雰囲気作ってさ、俺もタたくんも頑張ろうね、みたいな。 俺も上かめちゃめちゃ上から行ったのめちゃめちゃめちゃ上からね小田ん頑張ろうな俺たち同類だからみたいな俺の中でもうくくりつけちゃってでその後とはるさんと2人っきりになる時間があったのみんなトイレとかお酒とか喫煙とかで席を立つんだよね で、ハルさんと二人っきりな時間があって、もうね、言っちゃ悪い。その時点でもうかなり、ま、脈ありなの。これ、これ結構短く喋ってるけど、もうこの時点で5時間ぐらい経ってんのね。で、その5時間ぐらい経ってるんだけど、みんなね、そのトイレとか行くたびに、ちょっとずつ席替えはすんの。でも、ハルさんは、俺の隣に絶対座るの。絶対座るのね。で、俺もハルさんの隣に絶対に座るの。もう愛を育,育んでるのよ、ね、二人で。で、その二人が二人っきりになって、来たと。 ででででどんんんなななことがが趣趣味味すすかかっっててまた趣味から入洋画好きなんですよで俺も映画を見ますと俺も映画を見ますとどんな映画が好きなんですかシザーハンズが好きですとかフォレスト・ガンプが好きですとか話が盛り上がった後に一段落ついてめ,めちゃはるさんともすげえ仲がかったの。でプレールームの中に入っていく人たちがいろんな個性の人たちがいるからその人たちを人間観察しようって話になったの。 ああ、すごいね。さっきまでバスローブでさ、ホールで踊り狂ってたおじさんとかさ、女の子二人、はいあの、連れて入っていったね、みたいな。あ、やっぱホストの人ってモテるんだな、みたいな。人間観察してたの。そうしたら、見た覚えのある顔が、あるの <laughs> いるの。<laughs> で、それが、あれなんだよね。あの、お姉さんなの。<laughs> この人で、ね。この人、三人組できたお姉さん。はお姉さんついに行ったやんと思って。 え誰誰誰お姉さん誰連れていったのって思ったらこのオタク <laughs> <laughs> このオタクくんとプレイルームに2人で入ってたろえー、ってなるじゃん俺もハルさんも顔ポッカンんなってては その後に、え、マジこんなことただあるんだね。気まずくなんないこののかなとかって、俺たち盛り上がってんの。で、その盛り上がってる最中に、また見た覚えのある顔が横切ったのね。それが、姫ちゃんなの。姫ちゃん。この金髪の。あ、やっぱ姫ちゃんは経験豊富だから、ちゃんと男の人連れてくんだな。誰連れてったんだろうと思って、その後ろ見たらゴリがついてってんの。ゴリが。ええー <laughs> 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 こことここで繋がっちゃってんの。で、その時間がもう深夜の三時とか四時とかで。 俺とハルさんも、えー、こんなことあるんだねって話しながら、もう俺は頭ん中セッていっぱいなの。うわもうムラムラしちゃって。ああどうしよう。いつハルさん誘うかなと。あぁ、いつさ、ハルさんに、今言わんと俺後悔する。いや、今違うな、今じゃない。今、いや、違うなっていう葛藤を繰り返してたら、4時半ぐらいになっちゃって、もうあの、5時に閉店だから、もう入れませんよ、みたいになっちゃったの。俺、終わったと思ったんだけど、いや、待てよ。この後に、 店から出たら連絡先を交換するフェーズがあるなと思ってそこで、あのー、LINE を交換した後に LINE で2人きりになりませんかって呼んでからちょっと行こうと思ったのよでその,この,こ,のこのさこいつらを待たないといけないので待っててさまずお姫ちゃんたちが出てきてもうゴリさんとかめちゃめちゃ汗かいてんの卓球でね卓球で ああああ疲れた水のマンと無理だ作りになのイラーと思ってさこいつら何全然本当早く終わらせようと思いながらで次この次このこっち俺と絆絆を結んだオタクくんが出てきたのああ菅原さん終わりました結構お姉さん良かったっすよみたいな次あっちが上から目線になってんのイラー,あーってなってんのねもう立場が変わっちゃってんのよあっちが上からになっちゃって でも俺も早くここから出ましょうみたいな雰囲気をさ作り出すのあーもう始発も出ますし帰りますかみたいなで帰ることになって会計をするんだけど会計って順番にしていくのね俺一番後ろに並んで結構一人一人の会計が時間かかるんだけど最初に春さんとかここら辺全員5人が出て5人が出ていってで最後会計しようとしたらあすいませんゆうやさん カップルで来た方で女性が先に帰ってしまうとホールの中の女性が全員はけるまで男性は会計しちゃいけないんですよって言われてあ忘れてた俺そういえばあのヤリちゃんと一緒に来てんだったと思って俺マジで俺本当に忘れて,ても,うもう頭ん中ハルさんだらけなの俺ヤリちゃんのこと忘れてま多分ヤリちゃんのことだから男の人をお持ち帰りしたんだと思うけど あ、もう終わった。連絡先交換してないし。俺これでハルさん帰ってしまったらどうしようって。もう、テンパってんの。半分テンパり。もう頭ぐっちゃぐちゃなってんだけど。で、振り返ってこうやってソファに座るんだよね。で、そこのさ、もう構図がおもろくて。俺と同じ境遇の人たちがたっくさんいるの。カップルできたけど、彼女に先に帰られてしまった敗北者たち。 <laughs> 10人ぐらいおってこれあんじゃん敗北者たちがこうホールがあってソファーがあってで酔いも冷めてるからもう地べたにも座らないんだわでこう一定間隔でこうやってみんな座ってんの真顔で <laughs> ダメなやつの集まりみたいなで携帯も触っちゃいけないからねなんか虚空を見つめてるの、ま、真面目な顔で。 あのもう今日の自分の惨めさと向き合う地獄の時間俺はなんでこんなことをしてしまったんだろうって唇を噛みながらもう,もう全国のダメなやつが集まったんだ全国ダメなやつサミットみたいになってんのもう <laughs> みんな向き合ってちょっと空気が悪くなりつつもうさっきまでさあの女の子を連れて酒飲みまくって髪の毛ぐっちゃぐちゃになったんだけど彼女に帰られてあのお酒抜けて冷静になってるホスト で、さっきさ、女の子二人連れてったバスローブでホールで踊ってたおじさんは、あのー、スーツ着て、設置正して真顔だし、もうそういう奴らが、ぐわーって言うのね。で、そんだから俺30分待たされたの。30分だよ。あー、終わったなと。でもうガチで終わったなと思ったの。あ、じゃ女性の方,方たちが吐けたんで、男性会計どうぞって言って、俺一番最初に会計して、もうかババッと済まして、階段バーって上がって、あのー、周り見渡したの。でも、 いなかったのその俺が飲んだグループがでもなもう,、ね、もう絶望してああ思って帰ろうと思ったら後ろからねトントンってされたので振り返ってみたらハルさんがおったのねハルさんがおったのハルさん帰らんでくれたんですかって聞いたら当たり前でしょ今日ずっと一緒にいたんだからとで一緒に帰りましょうかっつってもうそっからは2人で 皆さんの想像どおりですよラーメン食って帰りました <laughs> <laughs> ごめんごめんマジでごめんいやマジでごめんいや俺が俺の度胸がないばっかりに俺がヘタレなばっかりにさ い一言が言えなかったんだよ一蘭でラーメン食って帰ったわいや俺を怒ってくれ俺マジで一生後悔するあんだけ俺と一緒にいてくれてあんだけ本当にずっと隣にいてくれたので30分も外で待ってくれてあもう何だろう スリー・インヒビター、バローン、スリー・インファーナル、エルダー二つ。俺そこで畳みかけらんなかった。連絡先は交換しました。俺連絡先は交換したから。いやでも俺ちょっと、俺怒ってくるー俺この話するか迷ってたんだよ俺俺格好悪すぎるからさいやまあ回すか。っていう俺が卓球バーに行ってきた話でした。卓球ねプレイ <laughs>、 プレールームでするのは卓球です、あと僕は巨弦癖とあと妄想癖があります、すべて本当かどうかは分かりません、分かりましたか